皆さん、こんにちは。マネリングルビッシュです。では、今回は、アツオバヤン4、第一次世界大戦元日本軍プレイ、続きやっていきたいと思います。まあ、ドイツと本格的な戦闘状態に入ったというところで、前回お届けをしてきました。で、そのうちですね、まずウクライナ、ここが降伏。さらに、バルト三国連合、あとはリトアニアも、なんとかね、降伏に追い込んで、戦局を優位に進めています。この先はですね、いよいよ、ドイツ本国。さらにはオーストリア・ハンガリー帝国の本国での戦闘になっていきます。では早速時間を進めていきましょう。まずはですね、殲滅できるところは先に殲滅を進めていっちゃいましょう。まあ、できるだけ速やかにね、敵の部隊を削れるときに削っておきたいので削っていきます。あとは戦闘としてはですね、突撃2軍、3軍、4軍、5軍とあるので、この辺りの、動きの中身を少しずつ変えておきましょう。この後の戦局を睨んでですね、動かしていきます。まずは主力の戦車軍団。彼らには、まずベルリンまで進行してもらいましょう。ベルリンですね。まあ、フランクフルトまで望めれば、フランクフルトまで望めます。続いて、一番死難数の多い、第2軍ですね。ここは、一気に、ウィーンまで、進んでいきましょう。ミュンヘンとかまで伺い知れればなお良しなので、線だけは長めに引っ張りましょう。そして、突撃3軍なんですけども、突撃3軍はですね、セルビア、さらには、ブルガリアですね。この辺りを望むということで、軍を進めていきます。ここまで攻略が進めば、降伏するというところもね、増えてくるんじゃないかなと思ってます。で、突撃4軍に関してはですね、平定した場所の鎮圧をさらに進めてもらおうということで、駐屯させる場所を増やしていきましょう。ちょっとまだ終わってもないところに駐屯させても微妙なんで、一旦幅広に駐屯させておいて、場所はこの後、うまく調整をしていきましょう。で、海兵隊の駐屯場所も増やします。今まで海兵隊はね、主に最重要拠点の一つ、レニングラードにいてもらったんですけども、レニングラードから少し幅を広げていきましょう。こんな感じです。で、続いて、突撃5軍ですね。突撃5軍はこのまま頑張って進行を進めてもらって、機動1軍。機動1軍は予備戦力として残ってもらおう。まだまだ、油断できる状況ではもちろん、ないので、この辺りをね、気を引き締めていきましょう。で、続いて、平定軍の方なんですが、平定軍の方では、平定2軍をですね、投入していきます。平定2軍を、オスマン帝国に、常駐させましょう。この辺りはもう湧いてくるので、次々にその湧いてくる敵を逐次マニュアルでね、手動で、いじり倒していくのは結構しんどいので、もう駐屯させた軍が自動で攻略をしてくれるような、まあ、そういうね、動きを期待して駐屯させていきます。で、平定1軍の方はですね、まあ、その名の通り平定軍として、この後はエジプト攻略に向かってもらいます。こんな感じですね。もうこれで予備戦力はほとんどない、そういう状況になりました。では時間を進めていきましょう。
ちょっとしんどくなってるのがここだな。ここは一旦舞台を割いて攻略しちゃいましょう。ちょっとめんどくさいことになってるぞ、ここは。ちょっと時間を一旦止めましょう。突撃戦車1軍だね。突撃戦車1軍の線を、ちゃんと引っ張りましょう。引っ張りきれてないところがあると、そこが穴になって、ろくでもないことが起きるので、しっかり穴を塞ぎます。予備戦力、だいぶ少なくなってはいますけども、しっかり運用していきます。ここをさっさと片付けたいよね。よし、壊滅させたね。あそこは問題なし。ここももう壊滅させちゃいましょう。で、こちらの方ですね。心配な、状況がどこまで続くか。まずはここに展開している敵の部隊を壊滅させます。包囲ができているところはもう、包囲戦で一気に殲滅していきましょう。ここも、もう、包囲戦で一気に決着する。そしたらオーストリアも半分ぐらいは、使った形になりますかね。では突撃軍4軍のその駐屯地域をさらに増やしていきます。もう敵が湧いてくるのを徹底的に塞いでいくという動きですね。さあ、これで、さらに包囲して殲滅。これの繰り返しです。ドイツの手段だいぶ削れてきたのか、ここまでかなり順調に、戦線をね、展開してますね。もう序盤のような補給マップをいちいち気にしながらっていう戦いではなくなりつつあるのかなと。セルビアが降伏。よし。ここに展開してるのはどこの軍だ？ここの軍か。研究はね、前回お話した通り、速攻性のあるものを中心に入れていきます。速攻性があるものですね。生産系と、あとは陸軍の装備系。このあたりは速攻性が非常に高いので、優先的に研究の枠を使っていきます。ちょっとこのあたり指示出していく？個別に。一時的に軍を動員しましょうか。
殲滅できるところは殲滅していきます。このまま行けばブルガリアの降伏も近いですね。で、舞台はエジプトの方へと進行を続けています。ブルガリアの降伏、ちょっとブルガリアの降伏の状況を確認しておきましょう。ブルガリアはこのまま完全に制圧しておきたいので、そしたらですね、突撃3軍に平定軍の代わりを務めてもらいます。突撃4軍の方の駐屯場所も増やしておきます。もう敵が湧いてくるのは処理が大変なので、よし、オーストリア・ハンガリー、500師団を超えていたオーストリア・ハンガリーも降伏。よし、流れは来てるね。このままさらに駐屯地域を増やして行きましょう。ちょっと待って、ここが、一気に戦線が崩壊してるけど、師団なしになっちゃってるね。ここに投入できる軍いるのか。軌道2軍が唯一空いてるので、軌道2軍を投入しましょう。ここに来てまたね、戦線が崩壊するのは絶対に避けたいので、急いで軌道2軍を投入します。ベルリンは陥落してるね、いつの間にか。こういうのなんですよね、こんな感じでいつの間にか湧いてるんですよね、敵がね。こういうのはもう始末がつけられないので、確実に潰しておきます。こういうところにね、残存が残ってたりすると湧いて出てきて勢力を拡大していくので、まあ、そういうのを徹底的になくしていきます。ベルリンも落ちたし、あとまだ戦争続けてるのは、ドイツ、ビジャス、エジプト、オスマン、ワロン。ワロンはまあドイツと一緒に滅びていくと思うので、このままでいいですよね。ドイツがここで降伏。これでもう残された
帝国は、ワロン、オスマン、エジプト、ピジャーズですね。もう大した、軍ではないと思うので、しかももうワロンは、おそらく、時間の問題。そうですね。オスマンとエジプトとビジャースだね、あと。アレクサンドリアも包囲してあるので、ここで壊滅させます。これで、おそらくエジプトも、降伏すると思うので、そしたら、オスマンだね、あとは。ポリポリまで、軍を進めていきます。まあ、平定軍が進んでいく形にはなっちゃってますけどね。フィシャーズの首都メディナ、ちょっと知らないところですけど、メディナまでもこのまま進んでいけそうな感じがするので、進んでいっちゃいます。さあ、あとはオスマンが降伏すれば、この第一次世界大戦、ここまで長く続きましたけども、ようやく終結できそうな目処が立ってきましたね。まあ、やっぱりウクライナが降伏した混乱に乗じて、ドイツ軍、オーストリア軍の、まあ、主力隊と思われる部隊を、一気に壊滅できたのが本当に大きかったな。あそこまでは一進一退でしたからね。ただ、ウクライナが降伏した混乱で一気に敵を壊滅できたおかげで、戦局が大きく、日本側に傾いてくれたのかなというところですね。トリポリを包囲中です。これでトリポリ取ったので、終わりましたね。ここで戦争が終結になります。じゃあ最後ね、領土の割譲を受けて終わりにしていきましょう。まずは最優先は中国だね、中国。すべての州の割譲。で、あと欲しいところが、ウクライナも欲しい。ウクライナもすべての州を割譲させましょう。これで日本の領土が一気に広がったね。こんな感じですね。で、他欲しいところあるかな？場所的にはですね、バルト連合、リトアニア、このあたりは持っておいてもいいのかな？オスマン持っておく必要あるかな？いや、ここはバルト、すべての種の割譲を受けて、すべての種の割譲ができないか。そしたら一旦送って、バルトを、受けておきたい。こんなところかな。いかがでしたでしょうか。第一次世界大戦、どうですか、この日本の大領土、中国、ソビエト、まあ、ここが完全に日本の領土と化したこの壮観な雰囲気は、いやー、苦労した甲斐がありましたね。はい、では第一次世界大戦モッドはこれで、一旦終わりにしたいと思います。もしね、このまま第二次世界大戦に入っていくのを見たいとか、そういうご要望が、もし多数
あった場合はね、このモッドでこのまま次の対戦を引き起こしていきたいなというふうには思うんですが、一旦、これで終わりにしたいと思います。で、もしね、やっぱりこの後アメリカとの戦いが見たいとか、イギリス強将と戦うところが見たいとか、そういうご要望あればですね、ツイッターかもしくは動画のコメント欄の方までですね、メッセージをお寄せいただければ検討していきたいというふうに思います。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。